あ、やべ、ちーちゃんの地雷踏んじゃった。許してくれちーちゃん、確かに他の女の子と恋愛関係になってるかもしれないけど。君への気持ちは本物なんだ、ちーちゃん話を聞いて。霊夢。じゃあ、ちょっとタックルやめてよ、私これからちーちゃんとの誤解を解かなきゃいけないんだから。また崖プレイしといてよく言うぜ。そんなことよりも、あのペルソナさんの正統続編であるエピソードアイギス編が、ペルソナさんリロード版でも DLC として配信されることが決定したんだぜ。あ、あのいろんな意味で衝撃なあの。とりあえず速報を見てくれだぜ。感じませんでしたか？時間が空回りする瞬間を。あなたは誰？私はメティス。あなたを守るために来ました。メティスだー。おー、時間や空間に歪みが起きてるんです。この地下にある時の狭間のせいで。まさか同じ一日がずっと繰り返されてるんですか？タルタロスのように何か厄介な力で発生したということかもしれないな。たく、勘弁してくれよ。え、なに？なに？彼は見事命の答えにまでたどり着いた。 あなたの得たワイルドの力はそれへと至る前触れなのです。私はかつて生きると決めた。ワイルドへの目覚めがもしも命に近づいていることなら、その果てにある答えというのは。か、完結だと。おお、エクスパンションパス。アイビリーブ。これ流せるの熱いなぁ。おお、ベルベットルームの住人的衣装。ダンシング思い出すなぁ。わあ、すごい。フェスは作られないのかなと思ってたんだけど、ちゃんと形にしてくれるんだね。嬉しすぎる。エピソードアイギス編が含まれたエキスパンションパスは3850円。第1弾、第2弾と随時配信予定とのことだ。見た感じ、 BGM と衣装とエピソードアイギス編がセットになってるって感じかな。そうだな。最後のエピソードアイギス編は9月配信とのことだ。今年の9月。衣装のみ、後日談のみの個別売りなどはしてないようなので注意が必要だ。なんだろう、最近いろいろ麻痺してる。定価3800円なら全然安く感じちゃうわ。課金ゲーに毒されすぎだ。そもそもエピソードアイギス編とは何なのかを知らない人のためにもざっくりと解説していこう。おなしゃす。エピソードアイギス編とは2007年発売の PS2 版ペルソナ3フェスに収録されたペルソナ3の後日談である。プレイヤーはワイルドの力に目覚めたアイギスを主人公として新たな戦いに挑むことになる。時間が鍵になる衝撃的な展開とキャラクターたちの感情を揺さぶるストーリーは当時のユーザーの間で大きな話題になった。登場する敵キャラもどれも強敵ばかりでかなりの高難易度であった。かなり難しいって話は聞くわよね。とにかく敵が硬いとかなんとか。敵が反射吸収、見切りを当たり前に持っているからな。あと確かアペンドディスクとかあったわよね。あったな。本編クリア済みの人がデータを引き継いで遊べるディスクが。今はそれが DLC に変わったんだね。便利になったなぁ。主人公はまさかのアイギスなのよね。またそこが驚き。ワイルドの力に目覚めたアイギスがいろんなペルソナを使うところが熱いよな。 PV ではキングフロスト使ってたわね。専用の召喚ボイスも多分収録されていると思うから楽しみだぜ。アイちゃんの見た目もなんかメカメカしくなってるのも特徴よね。ヘッドギアとアサルトベストと装着したアイギスはかっこいいよな。あとメティスよ、メティス。久しぶりに登場して嬉しくなっちゃった。ああ、メティスの存在はあえて出さないようにしていたのか出せなかったのかは不明だが、派生作品などで目にする機会が本当に少ないキャラだ。少ないというか実質ないんだよな。
可愛いキャラなのにな。だからアトラスはメティスやフェスの話を出すのを控えてるんじゃないのかという話題も一時期出たが、ここに来てエピソードアイギス編のリメイクってわけね。で、どんなキャラだっけ？見た目しか思い出せないわ。メティスはアイギスの妹を自称しているアイギスと同じ使いの乙女である。声優は斉藤千和さん。女神転生 5V の新キャラも同じ声優さんだっけ？そうだな、新キャラの陽子の声を担当しているな。もしかして同じ期間に収録してたりするのかしら？どうなんだろうな、このタイミングだともしかしたら収録日が近かった可能性はあるよな。それにしても斉藤さん、当時からマジでお声が変わってなくて本当にすごすぎるぜ。ここでも声優の本気を見た。物語の中でメティスがどう関わってくるのか、未プレイの人はぜひ期待してほしいぜ。ペルソナ3フェスって無印に比べて格段に遊びやすくなったんだっけ？そうだぜ、ペルソナ3フェスはペルソナ3無印にアイギスコミュなどの要素を加えたり、ボリュームアップとともに遊びやすく改良された作品である。そしてフェスの目玉でもあるのがエピソードアイギス編だったのよね。当時すごく衝撃を受けたことを覚えているわ。今でも話題に上がると議論が盛り上がるよな。アトラスさん、ちゃんとフェスの存在も覚えててくれたんだなって嬉しくなっちゃった。人によっては超感動した名作だと感じるだろうし、二度とプレイしたくないというような人も現れるほどにいろんな意見があったシナリオとなっているぜ。そうね、当時はすごい話題になってたわ。ちなみにうつ主は結構ショックを受けた側の人間です。どんまい。今回、リロードで日の目を見ることになったエピソードアイギス編だが、プロデューサーの和田氏によると色々な調整を行ったとのことだ。リロード本編もかなり遊びやすくなってるものね。新しいテウルギアの追加や新ダンジョンの追加もあるようなので期待していよう。あと先ほど述べた発売当時、シナリオやキャラクターに様々な議論が巻き起こったと言われた点についても、ストーリーはそのままにキャラクターに感情移入できるような細かな調整を行っているとのことだ。おお、これはありがたい。リロードではキャラクターの理解度が格段に上がったから楽しみだな。ちなみにリロードのエピソードアイギス編は一度開発が中断されたとのこと。ええ、そうなの？てっきり最初から配信予定だったものかなって思ったわ。開発陣も本編とのセットで開発を考えていたそうだが、様々な理由で一時開発は完全にストップ。しかしリロード発表時にエピソードアイギス編が見たいとのユーザーの声や、様々な偶然が重なり、DLC にて配信することが可能となったそうだ。そんな苦労があったのね。ネット民の意見はどんな感じなのかな？ SNS などでの声を一部抜粋してみよう。世間的には賛否あっても、自分はこれ大好きなので、ようやく最新ハードでプレイできるの嬉しいわ。大好きなハートファルクライがリメイクで聞けるのか楽しみすぎるやろ。待ってたよ、ありがとうありがとう。これやらないと B さんは完結しないんよ。もうプレイできるハードがなかったのでありがたい。メティス懐かしい、何年ぶりだろうメティスに会えるなんて。ブランドニューデイズがガチで名曲なんですよ。こんな主人公の DLC も何卒お願いします。ここにもハムコバージョンを求める声が。女主人公バーは究極の F らしいので扱いが今後どうなるかはわからないが、ペルソナリロードはこれで完結と言い切られてしまったのでもしかしたら厳しいかもしれない。そんな、ハムコが出るリマスター版ペルソナ3やペルソナ9にを遊ぶしかないな。ペルソナ9にではハムコちゃんも鬼太郎も喋るし、やってみようかな。それにしても今年は本当にアトラス作品が豊作だな。ペルソナ 3R に女神転生 5V にエピソードアイギスにメタファーでしょ。やばいわよね。なんということでしょう。1年の予定が埋まってしまいました。アトラスに管理されているだと。みんなも気持ちよくアトラスの奴隷になろうぜ。わーい。このチャンネルではアトラス作品の最新情報や解説動画を定期的にアップしていってるぜ。よろしければチャンネル登録高評価コメントなどよろしくお願いいたします。ツイッターとかもやってるからそっちも登録よろです。しなくてもいいけど、もう一本動画を見ていってねだぜ。バイなら。